嵐が訪れようとしている。大気が戦の気配で満たされる。空位となった帝国の玉座を三つの偉大なる同盟が奪い、邪悪が目覚め、姿を消していた敵が動き出す。アムリエルに破滅をもたらさんと、禁忌なる闇の陰謀に手を染める。そして死の長き手が忍び寄る。第2期582年、戦の鼓が大陸に鳴り響く。ここに我らの旅が始まる。アクラによると、ウースラドは虫の父サリクを倒したときに砕けたそうだ。ただ、自分を責めることはない。イスグラモルの勇気を持って戦ったのだからな。やれることは全てやった。お前のおかげで形勢を逆転し、虫の教団の頭を切り落とせた。虫の父サリクがいなくなれば、教団は勢いを失うだろう。感謝する。もはや勝利は目の前だ。うん。いやでもマニマルコがいるからな、まだ。お前が戻る前に、我が兵たちが巨人シンムールの亡霊を見た。山脈から来て東に、リフテンに向かったそうだ。奴を追うのか。当然だ。必要であれば、タムリエルの橋まで追い詰める。奴が近づいてることをリフテンに知らせるためにスモークフロストに部隊を送った。お前もそちらに向かってくれ。ウースラドのことを聞きたい。ウースラドの破片はスモークフロスト中に散らばっている。注意しろ。旅の途中で破片を見つけたら必ず回収する。リフテンでビベカ隊長に会え。私の指示できたと彼女に伝える。分かった。できるだけのことはしよう。スモークフロストで会おう。でなければソブンガルデでな。カイネの加護があらんことを。何をするつもりですか、陛下。パクトの部隊を率いてスカイリム国境のトロルヘッタに向かう。偉大なる魔術の地だ。なるほど。なぜトロルヘッタに。心配なのだ。今日我々が成功しなければ次元融合はタムリエル中に広がっていたかもしれん。それでだ、私はトロルヘッタに行き、パクトの魔術師の話を聞くつもりだ。うん、トロルヘッタと。まあ行こうか。次はここ。スモークフロストビークス。蚊がいるな。どうやって行くのかな。これはリフテンを通り抜けてか。
じゃあまずはリフテンに行きましょう。石膏じゃが。慣れた景色っていうか、こんな感じだったね、スカイリムね。なんすのかな、こう緑じゃなくて茶色の木々たち。こっちは何なんだ。スカルの西洋じゃん。ここの風車はスカイリムにもあったね。さて皆さん、リフテンでございます。待て、どうした。お前のところに行くように言われたんだ。わかった、聞くよ話を。ファルダーズ・トゥースの英雄か。そんな呼ばれ方したの初めてだ。どうした。リフテンが巨人に襲われたんだ。パクト軍が追跡している。多くの人々が怪我を負った。ビベカ隊長が再建の指揮を取っている。町の北だ。助けが必要なんだ。わかった、何をしておくべきだ。おお、そうだな。特に町の北側がひどくやられた。なるほど。住人たちが瓦礫の下敷きになっているし、あちこちで火事も起きている。死体が転がってるが、埋葬している時間はない。治癒士も言っていたが、病気が蔓延する前に死体を燃やさなければならないんだ。分かった、やってみよう。なんでこの人裸なんだ。すごいすごいな、ホキさん。いよいよ最後の街リフテン。まずは街の北側。これは戦争だ。色恋に費やす時間などない。誰が話している。これか、オクレックか。目の保養をしてくれ。バイソン・バトルウルフと彼のそのバトルウルフだ。どうした。彼のようなものはもう現れないだろう。くそ、母さんみたいなこと言っちまった。なんだな。何を言ってんだ。さっきから職務怠慢は許さん。リフテンそのままですね。お前はウィンドヘルムの勇者か。フィルジョはオークセインを止めたものだな。そうだ。この井戸の下にね、盗賊ギルドがある。アンリエルちゃん、ウッドエルフの子だ。なんか知った顔の人いないかな。ちょっとうろちょろしてみる一回。鋼のような鱗を持つもの。酒場に行きたいな。
ここだ。こんなことやってる場合じゃないのこれ。火を消すとか助けるとかしなきゃなんないああそうなのか、叩かれると漏らすものそんなあだ名つけられるのやだ。ここで手助けが得られることを願ってる。ここはあれだね、あのスカイリムね、エルダースクロールズ5ではちょっとエロティックな場所だよ、ね、確かね。ディベラ崇拝の酒場の女主人がね、客となんかこう、まあ言えませんけどもねえ、わかるでしょ、ディベラとね、女主人わかるでしょ、何が行われるか。残念ながら知ってる人はいない。酒場ここだけ？ここだけだな。あ、まだある。こっちもちょっと見てみよう。こっちの方が大きいね。いやー素晴らしい歌でございますね。私のあの動画のエンディングで使わせていただいている、うん、エボンハートパクトのね、パクトをねこう称賛した歌、名前忘れちゃったけど、いい歌なんだよね、本当に。あとあの歌い手さんね、結婚に輝くものかっこいいね、名前ね。いないかな、ここに来てたりしないかなと思ったんだけど、千軍さんとかね、ラナ隊長とか、あの辺りのメンツが分かんない。でもどっかにいるかもしれないから、まだ諦めはしない。お前は外だ。よし、じゃあ助けに行こう急げ急げ急げ、困っている人たちがいる。相手をえぐり出してやる。
き、散らばったからき。そんなんでできんの？ワンコ、やろう。二階は。二階はなんともないみたいだな。あ、登れなかった。この家は奥だね。ここから聞こう。解放してくれてありがとう。よく生きてたな。完全にアウトだったわけだ。あ、豚ちゃん、解放してくれてありがとう。いいんだよ、よかったよ、助けることができて。してくれてありがとう。いいんですよ、助けてくれない。どこにいるの？サブルキャッツ、うん、こっちになかった。なんかあ、ここか。あ、なるほどなるほど。まずは水の入ったバケツを手に入れるんだ。いいんだよ、食ってろ食ってろ食ってろ、いいから。逃げるんだったら来るんじゃねえ。逃げるんだったら来るんじゃねえ。燃やさないでくれ。これは？これにはバケツ。さあ、あそこにも。全然違うとこかけてたよ、あれじゃん。で、これ燃やす。死体燃やす。燃やした後、水かけなくていいみたい。めっちゃ蚊に食われたじゃない。よし、この家は無事なんだね。農場、あとは火を消す。どこだ、燃えているとこあるな。あるな、ちょいちょいある。そしたらビビカ隊長と話す。ビビカ隊長は町の中にいます。これは、これも同じなのか。どっちでも良さそうだね、これね。成し遂げるのを見ると嬉しくなる。美人、よくやったわね。避難民たちはどうなる？家を失った人々が避難できる場所を探すつもりよ。
マーラの聖堂だったら受け入れてくれるかもしれない。あなたはみんなのために力を貸してくれた。ありがとう。いいんですよ。あなたにはもう借りがあるけど、噂を聞いたの。調べないといけない。何をすればいいの？私には父方のいとこがいるの、うん、彼女の父親が行方不明になってる。家族によればイーリは一部始終を見ていたそうよ。問題は襲撃された彼がいなくなったってことよ。でも西の壁の近くに彼はいなかった。彼女は何と言ってたの？彼女によれば何かが彼を運河の中に引きずり込んだそうよ。運河の中に？かわいそうに、ショックで頭がおかしくなってしまったのね。見ての通り、私はちょっと手が離せないの。イーリから話を聞いて、何か分かったらパクトの指揮官百人隊長アンドリンに報告して。了解、調べてみよう。何かが分かったら百人隊長アンドリンに報告する。イーリを助けてほしい。子供の頃、私はイーリの父親に命を救われた。なるほど、分かった。あなた、まあいいや、いろいろあんだろ、ここでね、やってるから。で、どこに行けばいい？イーリの家に入る。大きな家だね。ウィンドトーンの家。イーリウィンドトーンなんだ。どこにいるの？上か。だ。虫の教団のアサシン。九つの地にかけて、私の家で何をしているの？ビベカ隊長に言われてきたんだ。手を貸そう。ショールの骨にかけて、あなたも殺すところだったわよ。どこぞの輩が名医を殺そうとした。やつよ。魚のように蝶を抜いた。奴は虫の教団の信者だ。奴は忌々しいスキーバーで、ナイフを持って若い女性の後を追っている。イーリは父親を失い、今度はこの男に殺されようとしたの。虫はイーリをどうするつもりだろう。遺体を見ても構わないか？どうぞ。でも内臓は避けてね。何を食べていたかわからないわ。なるほど。虫の教団の写真。何さもなければ使うって。暴露の危険を犯すには近すぎる。あの少女は問題だ。尋問して知っていることを聞き出したら、その後で殺せ。そしてウースラドの破片を見つけろ。さもなければ儀式の生贄としてロストプロスペクトに送るからな。グルベイクで、さもなければな。気の毒なことに、家族が殺されたとき心が折れてしまった。水のことばかり喋り続けてる、うん、落ち着かせる方法は知らないのか？デンソールがこの変な匂いのするお茶を作ってくれていた。飲んだことはないけれど、イーリは大好きなの。ちょうど先日最後の茶葉を使ってしまったけど、うん、町で他に頼れる人は誰かいるでしょう。襲撃のすぐ後でジュダージというバンダリの行商人が姿を現した。うん、猫か。このお茶は何と呼ばれてるの？ムーンなんとか、ホワイトムーン、ま、そう呼ばれている。安くはないとだけ知っている、うん、彼は少し贅沢したい人に高値をふっかけているの。なるほど。カジートと話してみよう。ウィンドトーンとウィンドトルンは違うのかな？間違ってるだけかな？今が昼か夜かもはっきりしないわ。夜ですよ、奥さん。はっきりしてます。こんなことできんの？これはこんなことできない。あなたがイリ、ビベカ隊長に言われてきた。お父さんについて話してくれないか？話したくない。とても寒い。あとちょっとお茶を持ってくるから待ってなさい。ひっぱたくって
まあでもノルドの女性はそれぐらいのなのかな、もしかしたらバンダリの行商、あ、町の広場に、いるね、ジェダージ。死や破壊で落ち込むな、友よ。金があれば幸せになれる。手はいないのかな、実際には。ちょっと待ってね、アイテムを売っちゃう。この辺りは買いたい。色のついてるやつも買いたい。だいぶ持ってるな。死や破壊で落ち込むな、友よ。ホワイトムーンはないか。ああ、素晴らしい手法のお客様だ。だが、ジュダージはとても悲しんでいる。一包みしか残っていないんだ。もしこれを手放してしまったら。これでどうだ。なんて気前がいいんだ。いやはや、こんな破壊の真っ只中にジュダージを喜ばせてくれるとは。エルスウェアが提供する最高のものを楽しんでくれ、うん、最高級品を揃えてるよ。ムンシュバーじゃないつまりちょっとしたやべえやつ。スクーマーではないにしろムーンシュガーの副作用的なものが、まあ、配合されているお茶。よし、これを飲みなさい。鼻の下に茶葉を近づけ匂いを嗅がせる。ホワイトムーン、パパのお茶ね。パパはいつもこのお茶が物語を思い出させてくれると言っていた。行商人がキャンプファイヤーを囲んで話をしてくれたって。なるほど。誰に連れて行かれたんだ、アイリー。誰がお父さんを連れて行った。連れて行かれてしまった。水の中の冷たい目に溺れ死んだ人たちに。パパが押してくれて逃げられた。動物みたいに噛みついてきて凶暴だった。飢えていた。叫び声が聞こえた。ああパパ、どうして叫ぶのをやめてくれないの。今は休め、任せてくれ私に。アンドリッドさん、前にいるね。はい、いた。お前は市長か、将軍か、それとも呪われたトリビナルの一員か。違う。それなら消え失せろ。頭に来るやつだな。リフテンにゾンビがいる。虫の教団は我々の中にいるぞ。またいいか、もう教団はいない。私は5人の兵士と共に町を支援する任務に派遣された。他の者は巨人を追うために出て行った。噂を調査するには人手が足りない。私が調査する。自分の時間を無駄にしたいなら好きにしろ。探すのを止めはしない。ありがとう。町中を歩き回るなら先に東側に行った方がいいぞ。そこの不老者たちは
他の地域のものと比べて文句が多い。なるほど。ちょっと待って。なぜこの人たちを放置する？気にかけてないだと？見ろ、リフト中から避難民が来ている。我々は攻撃で負傷し、兵士たちはスモークフロストの残りの地域に向かっている。馬鹿げた要求にいちいち付き合っている暇はない。なるほど。懐の狭いやつだ。同じクエストやってるのかもしれない。お金を少し分けてはもらえない？分けてあげれるよ。町にアンデントがいるという噂を聞いた？見なかったか？もちろん、私たち全員が見た。兵士たちは私たちの話を聞かないけどね。匂いで来ることが分かる。死と腐った魚の匂いよ。どこから来たのか知っているかい？いいや、ショールの元へ行ってほしいね。兵士たちは何もしない。私たちがうまくやっていると言っているだけだ。待て、何か匂いがしない？匂いがする。これは死の匂いだ。いるゾンビが。痛い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 。井戸の中から出てきたぞ。マヤに。グリッタミードブラッド。井戸のゾンビは馬屋の麦わらを持っていた。私は人よりも動物が好き。おでこ汚れてます。動物は文句を言わないもの。おでこ汚れてますよ。実はアンデッド探してるんだ。見なかったか？ゾンビを？ええ、見たわ。馬に噛みつこうとしたのがいたからシャベルで倒した。納屋の後ろよ。なるほど。このことは心配してないのか？ねえ、飢えた熊と戦ったことがある？あるよ。ない？あるよ。比べてみるとゾンビはスイートロールのようなものよ。冗談はよして。熊に比べたら大したことねえっつってんの。さすがノルドの女の人。お前あの親方にちょっと話しかけ。俺たちはこのリフトで頑丈な馬とさらに頑丈な人々を育てている。上質な動物に興味はあるかい？うん、育てたいんです。いたね、ゾンビ。本当だ、シャベルで一突きしてる。すごいな。で、鍛冶屋で手高がかりを探す。どういうことなの？ちょっと待って。所持品、クエストアイテム。紙跡のある干し草の小さな束。わずかに馬の匂いがする。みんな、なんと門の外にある馬屋を調べる必要があるぞ。なるほどね。鉄鋼の塊。錆色の鉄鋼の塊。一番近くにいる鉄鋼、ん？なんだ、鉄鋼じゃないな。何？銑鉄なのかな。供給所はリフテンの灼熱の銑鎚の火事場だ。なるほど。で、調べてこいと。どうした？ここを出て行きなさい。何があったんだ？言ってくれ。
ゾンビに襲われた。呪われた湖から飛び出してきたの。ここから逃げて、まだ近くにいると思う。怪我してんのか。カイネの翼にかけて。違うわ。繋がれた豚みたいにうめいているのは魚を引きつけるためよ。魚の棚のところで近づいて引っかいてきた。私はあいつらの仲間になろうとしている。脳みそが食べたくなってきた。髪の毛と歯が抜けるのを感じる。そうやってアンドットになってしまうとは思わない。詳しいの？資料術師か何か？言って話を続ければ続けるほど頭に噛みつきたくなるから変な人。ここよ。来たね。よし来い。出て出て。全員でもパクトの兵士みたいな格好してみた。やったぞ。鮭を運んでいた。私は鮭は取らなかったけど、港で鮭漁が行われていた。あの道よ、倉庫の向こうの。分かった。来るのを感じたわ。でも遅すぎたわね。え？誰に呼ばれたの？死者がウースラドの破片を探してたの。私たちは一つ見つけたわ。お前は誰だ？同志ガーマ、本領を見せなさい。なんか何か呼ばれてたぞ。あれか。お前も一緒に溺れるがいい。溺れるのお前だけだ。俺の力を見せてやる。おお、見せてくれ、見せてくれ。深海のアンデッドよ、すべてを。なるほど。あ、これどっか見たと思ったらそうか、これだったんだ。なるほど。おお、どうすんだ、深海のアンデッドたちよ。ゲロ吐いてきた。ファルビス危ないぞ、そこは。あ、いなくなった。なるほどね。リフテンに来た時に襲われたのこれだった。まあいいや。ドリトは謎。なんだろう、なんか女の人の声で。帰ってきたか。スキーバー狩りがうまくいったのであればいいが、ゾンビをすべて倒し安全は確保できたか。虫の教団がここにいた。奴らをリフテンから追い出したが、ウースラドの破片が盗まれてしまった。ウースラドの破片がここに？冗談だろう。だがその顔を見ると冗談ではないようだな。虫の教団は危険な存在だ。5人1組の巡回の回数を倍に増やそう。それと奴らを町から追い出してくれたな、感謝する。コロッと変えたな態度。これくらかった。噂によると誰かのおかげでモルグンスカートリデクがストームフィスト旅団が追い払われたらしい。ちょっと待ってくれ。レベルが上がったんだ。どうしましょうか。今度また勤務中にキスしていたら二人とも白ディール送りだぞ。どこで？あ、彼らか。パクトとその繁栄に捧ぐ。いや、ビビカ隊長、あなたにはもう借りがあるけど、噂を聞いたの。調べないといけない。美人だな。ちょっと待ってね。スキル。今からすべて二交代制にする。
黒曜石の盾。一体何回言わせる気だ。うん、これストレス反対でこっち側には、ね、ボーナス入ってるはずね。 3% よし、話を聞きましょう。バーリー、あなたがここで厄介事を起こしてるって噂を聞いたの。厄介事を解決してたんだよ。見つけやすくて助かったわ。どうしたんだ。スカルド王ジョルンが軍を率いてトロルヘッダに向かった。なるほど。でも思わぬ障害にぶつかってしまったの。虫の教団が中にいたのよ。そんなところに。心配しないで、奴らは私たちが片付ける。でも時間がかかりそうなのよ。ジョルンから伝えるように頼まれたの。どうやらあなたを頼りにしているみたいね、うん、虫の教団はウースラドの破片を集めようとしている。奴らここで破片を一つ手に入れてみたみたいだぞ。やつらはそれを探しているのね、うん、だからトロルヘッダに私たちを入れないようにしている。破片を集めて力を手に入れるつもりよ。その破片が必要ね。ジョルンはトロルヘッダで指揮を取ってる。山に向かう間にできるだけ多くの破片を手に入れて。分かった、できるだけのことはしよう。大江、スカルド王のジョルンと話す。どこに行けばいいんだ。トロルヘッダ、ここか。ここね。よう、乾杯しよう。この道だ。で、北の道。この道を、山をなぞるように。ウースラダの破片を回収しながら。みんないなくなってしまった。助けてくれ。すまん。ウルヘルムトリデ、ここに行ってる暇はないんだかな。あ、でもパクトがいる。こっちじゃない、こっちだ。トロルヘッダの旅の祠を発見した。いるね。うん、みんないるわ。ウォーハンマーがお前を見つけたようだな。よし、虫の教団を壊滅させる準備はできている。私もだ、友よ。だがやらなければならないことがたくさんある。虫の教団がトロルヘッダの中に隠れている。宣言しよう。マニマルコのしもべは今日死ぬことにだ。マニマルコって言葉がやっと出てきた。よくこれだけパクトの戦士が集まったものだ。終わらせる時が来た。どうすればいい。虫の教団の魔術師が
トロルヘッダに続く道を守っている。総攻撃を仕掛けるのは自殺行為だ。だが小規模な部隊なら力ずくで通過できるかもしれない。お前が先陣を切ればその可能性はさらに高くなる。なるほど、何をすればいい。虫の教団の守りを崩すのだ。必要な数だけ奴らを始末しろ。だが私たちも少し取っといてくれ。お前が結界を破壊したら私たちが後方の洞窟を確保する。イスグラマルのために、そして栄光のために。任せてくれ。道の安全を確保しろ。手遅れになる前にシンムールの元へたどり着くぞ。先頭に立て突撃しろというなら、その後に従うものを与えてくれ。お前にはイスグラマルの魂が備わってるな。いいだろう。二本の剣は一本より危険だ。ホルガン、灰を歩む者、バルダム・アンドレンと話し、仲間を一人選べ。そして虫の教団を引き裂いてやるのだ。なるほど、よく知った仲間と一緒に行けんだな。よし、ホルガン行こう。いつものように攻撃の先頭に立つのか。もちろんそうだ、いつものだろ。洞窟を取り戻そうとして多くの兵士を失った。虫は燃えやすい液体の入った樽を装備している。もし樽を見たら気をつけろ。わかった、援助してくれると言われたぞ。トロルヘッダから敵を一掃するにはノルドの戦士の戦いの腕が必要だ。一言言ってくれれば全力を尽くす。それはいい、一緒に行こう。素晴らしい、いい狩りを。あなたに。なんだ、ホルガンが言ってくれるわけじゃないんだ。まあいいか。わかったよ。よし行こう、トロルヘッダ洞窟。山頂にあるデイドラの祠の地下には山の内部をくり抜いて作った曲がりくねった溶岩のトンネルがある。その大きさが全体のどれくらいなのかは誰にもわからない。なるほど。早速いるな。やり合ってんだ。なるほど。ちくしょう。やらせておこうか。あ、負けてるところもある。気をつけろ。何なんだあれ、さっきからやってくれる。樽に近いとダメージ食らっちゃうのかな。
今だ、回り込め。回り込ませません。回り込んだお前を回り込んでやる。俺が破壊せよ。それでお相手だ。大丈夫か。長いの結構ある。重装鎧が47。魔法が門を塞いでいる。調べる。いけるか。資料のオーブを破壊する。なるほど。回り込め。回り込ませはせんのだよ。よいしょ。これを破壊する。これを破壊する。簡単に破壊できる。できるようなんだね。大丈夫か。何の音取ったんだ。パクトの雨。やっと洞窟から出られた。傷がひどい。こんな傷がどうして。ここはここか。ここがトロルヘッダ。オブリビオン様式の神殿。炎と戯れるもの。誰も助けてくれないのか。死んだ巨人の災いと虫の教団の信者による呪いに蹂躙されている。どうすればいい。霊魂の治癒士ケレリア・ルクルスを始末しろ。彼女の力が巨人の召喚を可能にしている。なるほど、やってみよう。さっき話しかけてきてたやつ。あ、ケレリアってやつなんだな。なるほど。巨人だ。巨人どこに。あ、巨人いる。ここに。
行くんかい。やり過ごせたのに。前進せよ。なるほど。自由しなのかお前が。よし。それで。なるほど、そこに行けばいいんだ。こっちにもなんかあるみたいだ。ついに平和が。あるいは今のリフトで望める限りの平和が訪れた。心配なのは巨人どもが我々を放っておいてくれないだろうということだ。だがもう大丈夫なのでは。そうだ、レイコンの治癒士がいなければ巨人たちは私たちを探そうとしない。協力に感謝する。うん、で一回戻るの。ビビカ隊長と話す。これは ここにオーブがあるのか。なるほど。痛い痛い。これを壊せばいいんだ。よし、あとはこれは誰か助けに来て。どこにいる。一回出なきゃなんない、これ。無駄足に立ったかな。こっちに来た。無理やり突破しよう。やっぱり入るとこあった。うん、そうだね、こっちが順路だね。ここで旅の祠があるの。他の者は信じなかったが君ならできると分かっていたよ。あえてよかった、ビグロット。素晴らしい。お前のおかげで通路を確保することができた。これで部隊を進めることができる。うん、この先に最後の難関が待っている。用意はいいか。準備はできている。次は何だ。この先にある虫の教団の最終防衛網を突破しなければならない。そしてシンムールとサリクに対面する。この融合体はイスグラモルに匹敵する力を持っている。だが我々が対処するしかないのだ。ではどうやったらヤズラを倒せる。奴らを分断しなければならない。分断する。シンムールに大きなダメージを与えれば奴らの霊魂を引き裂けるはずだ。なるほど。そうなればどちらも無防備になる。この任務を成功させるにはウースラドの破片か強力な従者が必要だ。準備はできている。スカルド王ジョルンと衛兵はすでに遺跡に入った、うん、生き残るにはかけらか仲間のどちらかが必要だ。かけらか仲間。シンムールはウースラドの破片なしでも倒せんのか。おそらくは。だが一人では無理だ。欠片なしで彼と戦うつもりなら
自分と同じくらい強い戦士たちを見つけろ。一人で巨人に勝てる見込みはほとんどないぞ。忘れるなよ、イスグラモルも500人の同胞団と一緒に戦ったのだぞ。なるほど。その破片はどこで見つかる？一番可能性が高いのは、かけらが落ちてくるのを見た者のところだな。この北にロストプロスペクトの避難民のキャンプがある。私ならそこから始めるね。なるほど。ウースラドの破片について他に何か知ってることは？遠い昔、イスグラモルはウースラドを使ってシンムールを倒した。それによってその斧はその巨人に対して強い力を持つようになったのだ。ウースラドはたとえかけらとなっても彼にとてつもない深手を負わせることができる。どのように？バルダム・アンドレンがそれぞれのかけらが持つ力を結びつけ、それをシンムールにぶつける方法を発見した。彼が集めたかけらをルーン文字の入った火鉢の中に配置してくれるだろう。かけらの力をシンムールに向けて解き放つために、その火鉢を目覚めさせるのだ。なるほど。じゃあちょっと一回破片なしで挑んでみるぞ。トロルヘッタ。スカイリムとモロウィンドの境界にあるトロルヘッタ山。トロルヘッタさんは何世紀にもわたって何度も所有者を変えていた。第一期初期にはチャイマーのクランが広大なデイドラの祠を頂上に建設し、その多くが未だに残っている。シンムールと虫の教団を何としても倒さねばならん。準備はいいか？そうだ。何をする必要がある？先に進まなければ全てが失われる。ついてこい。よし、行こう。離れるな。共に教団を撃つのだ。よし。よく死ぬ。私はスカルドの王だ。我が剣で叩き切ってやる。戦ってくれないじゃないか、君たち。やばい。よし。超ルンが邪魔。シンムールを倒す。シンムール、頭部だ。私が獣を引きつける間にウースラドの破片を使え。ウースラドの破片がないんです、陛下。粉々にしてやる。やれたのか？ショールの骨にかけて。怪物は死んだ。
よくやったぞ。本当によくやった。やるためたい。なんだこれは。500人の同胞団か。イセグラモンの話を。シンムールは死んだ。今日お前は偉大なる勝利を得た。おお、同胞団のみんなが来てる。イスグラモル、私にそんな価値はない。スカルド王ジョルンよ、立ち上がれ。北の真なる王者として私を出迎えるのだ。お前はノルドをまとめただけではない。古代エルフと狡猾なるトカゲたちも我々と共にある。助けられたな。勇者よ、前にもあったな。お前の行く道は険しい。だが今はただこの勝利を味わおう。イスグラモルよ、感謝する。同胞団、スカルドの王と勇敢なる勇者を三度称えよ。虫を潰し、巨人を殺せし者だ。もう一度、もう一度だ。パクトのため、北のために。同胞団よ、ソブンガルデへ。よくやった。シンムールが二度と立ち上がらないことを祈る。とうとう死んだのか。その通り。シンムールと虫の教団は壊滅したが、イスグラモルの警告が気になる。どういう意味だ。ビクロッド・レイスベインを探せ。外にいるはずだ。警告の意味を考えねばならん。わかった。トロール減ったから出る。中で何があった？ジョルン王は無事か？シンムールは死んだ、ビグロット。実を言うと、この戦いには勝てないのではないかと思う。とうとうリフトはパクトの支配下に戻る。うん。で、どうすればいい？スカルトン王ジョルンと話す。あ、いる。虫の教団を倒せたといいんだがな。だが連中はただの捨て駒だったように思う。うん、虫の教団が操られていたなんて信じられるか。そうだ、イスグラモルが言っていたように、奴らの主はコールドハーバーにいる。そこに侵入する以外方法はない。私はモンホールドに戻らねばならない。そこでまた会おう。分かった。おかげで同盟はかつてないほど強固なものとなったが、お前の仕事は終わっていない。お前に伝言がある。魔術師ギルドのバヌス・ガレリオンからだ。スカルドーよ、伝言か。バヌス・ガレリオンは天才か鬼人のどちらかだな。モラグバルの領域ホールドハーバーを攻撃したいそうだ。なるほど。彼の話を聞くためにスラッシュを送ったが、バヌスはお前をご所望だ。うん、バヌス・ガレリオンはどこに。モンホールドの魔術師ギルドでスラッシュに会い、スラシの考えではバヌスは他の同盟指導者に近づく前に私の指示を得たいようだ。なるほど。この件については私の代理として話すことを許そう。悪用はするなよ。感謝します、陛下。よし、三同盟のリーダーを説得してコールドハーバーを攻撃させる。タムリエル全土への伝言開始。レベル49ですね。よし、じゃあ今日はここまでにいたしましょう。というわけで皆さん、エボンハートパクト編
エボンハートパクト編はここで終了ですね。いよいよね、だから魂奪われしライリーコールドハーバーに挑むということで、次回また新しい、なんだろう、戦いというか新章になるのかな。まああのナンバリングはそのまま続けますけれど、ちょっとねエボンハートパクト編ではなくね、新しい章として次回から始まることになると思います。というわけでお疲れ様でした。エボンハートパクト編ここにて終了。お疲れ様です。ごきげんさんなら。お疲れ様です。ちょっとしてるな、マニマルコの衣装着たやつが。Skyrim's ground, despite frozen torn, we tender the quama beneath Morrowind soil. We haunted the Wamasu in black marshes glades. We three hearts had no need for blades. Then they came from the seas, folded steel in their hands. They burned down our homes and ravaged our lands. A Kaviri brought nothing but bloodshed and lies. Our families were slain before our eyes. With three separate people, they shared a cruel joke, a choice between death or be done to end the oppression. All three became one, forged by war. The Evan hearts rose and drove the Akaviri back to the sea. When the enemies begged for the mercy they lacked, three voices as one shouted blood for the past. Story be told, no shackles can hold us, whether moonstone or gold.